Friday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。4月2日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。あのね、王子ね、なかなかね、先週もねお伝えしましたけどもね、ちょっとお腹の調子がねまだまだ悪くてですね、明日明後日ね、大腸カメラのね、で検査をしますので、まあ多分ね大したことはないだろうと、一応 CT は受けたんですけども、まあ念のために、年齢も年齢だからやっておきなさいと言われてしまった滑り王子マスクマンでございます。はい、本当に気温の差が激しくてなかなか体調管理が難しくて、どんな服を着ていこうか毎日悩んでいる味噌煮込みスキーと、いや、やっぱり季節の変わり目なのかな、なのかわからないんですけども、まあ、目がかゆいとか鼻水が出るというのは当たり前なんですけども、こめかみにですね、なんか吹き出物が出てきまして、おで皮膚科に行ったら処方されたということで、やはりですね季節の変わり目、暑くなってくるとこういったものが出てくるんかなと思ったダンサーズでございます。はい、はい、なかなか体調に不安を抱えたこんな3人がお届けします今夜のテーマは体調。今夜のテーマは体調です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーはリラクゼーションサロンなごみ代表の小池翼さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー、名古屋動画についてお話しします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーダさん、本日よりリラクゼーションサロンなごみさんとD グラッドさんが新たにスポンサーさんとなっていただきました。ありがとうございます。はい、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。
名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。ちょっと紹介してないメールがありましたので、はい、紹介しますね、はい。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます、先輩後輩のテーマで来ているメールですね、はい。先々週の滑りナイトが明け、通常通りの旧名古屋、やっぱり何か落ち着きます。やっぱりダンさんとみそさんの良い声に何か落ち着いて聞けます。新たな職場で私と年が近い先輩の上司から褒められた時の上機嫌、今までの人生かなり褒められたことがなかった、以前よりもかなり調子いい、時給上げてもいいとかなり褒められました。帰る前に給料が上がったら今度焼肉おごれよって、おごれたらねって言っておきました。ではでは最後まで放送頑張ってくださいということ。はい、ありがとうございます。なんかね、みそちゃんとダンサーズはいい声というねこと言われてましたけども、王子もしかしたらガラガラ声、そういうことじゃないよね。いや落ち着くねっていう。ああそういう意味でのね、なんかすごいいい声っていう、落ち着く放送だなっていう、ね。ああそういうことでね。滑りナイトが終わった週、次の週にメールが来てます。まあそれより給料がアップアップしていただきたいもんでございますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。同じくね、先輩後輩のテーマでアンツバさんからです。はい、20歳の時によく飲みに行っていた友達の言葉。いつも2人で飲みに行き、チャゲ&アスカの歌を、この曲は俺がアスカね、この曲はチャゲねと20曲近く歌ったんです。ある日同窓会があり、ユーシンさんという方ですかね、人の名前が書いてあるけど読んじゃったけどよかったかな、おいでと誘い飲みながら同級生の話に君を立てていたら、後輩だと思っていたこの彼はまさかの一切先輩だったんです。ずっと後輩だと思っていたので今さらタメ口をやめ敬語にするのもと思っていたら、名前読んじゃいますね、ユーシンさんも自分を先輩だと思っていたらしく、今まで以上に仲良くなりましたということで、まあ、そういう時ありますよね、年齢聞かなかったら、多分年が近い感覚だと思いますんで、ちょっと上かなとかね、そんな感覚で見られたかもしれないですね。ただね、チャギ&アスカをね、何曲も歌われるということは結構ね、もうベテランの域に入っている方でいらっしゃいますね。すごいですね、友達とチャギアスを20曲歌ってね、すごいですね。あでもしかも何、実は先輩だったっていうね、まあ、あとね、どちらがチャギでどちらがアスカをやったかっていう、それ気になりますね。私チャゲさんと石川優子さんの歌あったじゃないですか、デュエット、私なぜか、友達と歌うと絶対私チャゲの役なんですよ。チャゲも結構聞いた回ですもんね。
ああそう、あ、うん、もちろん女の子2人で歌うんですよ、ね、だからちょうどいいのかもわからないですよ、ね、あの何でしたっけ2人のアイランド、そう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 、夏夏ですね、ね、そうです、うん、あれは私チャギ役です。ちょっと驚いたんですけども、うん、私あの小林製薬の社長の年齢の2つ上でした、はい、おう、別にどうでもいい話なんですけど。あ、そうなんだ、はい、いや今もう、うん、ほら私たちの年齢より年下の方がどんどん代表とか社長とかやられてますからね。だからつまりあの自分より2個下が小林製薬の社長だったと、うん、の年齢だったと、うん、まあ、あれ今あの小林製薬って本社大阪、大阪ですね。あれもともと出始めっていうかあの創業は名古屋ですよね。あ、そうなの、うん、それは知らなかったですね。大元は名古屋ですね、うんうん、あ、ヒカルさんは1歳ぐらいは変わらんよって。だよね。ではあのメール紹介しますね、はい、こちらもちょっと以前来てたメールなんですけれども、うん、はい、就職のテーマで来ている、はい、ラジオネームみなこさんからです。ありがとうございます。高校3年の時に進路で友達がバスガイドになりたいし採用テストは筆記がないみたい、面接と歌、観光案内、原稿1枚を読むだけみたいだから終わったら那覇で遊んで帰ろうと言われたので、進路指導の先生からはバスガイドは厳しい世界だから反対だなと言われましたが、不採用になるかもよと言って受けたら内定をもらいました。1年目は案内原稿を覚えたり、民謡やポップスのカラオケの授業、その他いろいろな訓練が厳しかったな。3人は今までにやってきた仕事で厳しかった仕事は何ですか、ということです。まあね、あの王子何やっても厳しく指導されますので、うんうん、なんかわからないけどね、うん、厳しく指導され、厳しく指導されちゃうんだよね、うん、まあでもね、うん、どんな世界でもやっぱり、ね、うん、そうですね、初めは厳しいですし、はい、ね、はい、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、CM です、はい、はい、小池翼さん登場です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナゴヤ。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、リラクゼーションサロンなごみの代表でございます小池翼さんです。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。お元気だったお元気でしたでしょうか。なんとか元気でした。あ、なんとかですか。なんとか。はい、以前にもですね、あのゲスト出演いただきまして、今回もありがとうございます。ありがとうございます。まだ知らない方もいらっしゃると思いますので、すいません、はい、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、愛知県名古屋市緑区六田の、ところでお店を構えている、リラクゼーションサロンのゴミの小池と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
まあ、以前ですね、以前でもかなり前なんですけども、はい、うちの滑り王子がお世話になりまして、はいはい、こちらこそいろいろと手術をしていただいたんですけども、はい、あれから和美さんの方では何か変わったことなどされていらっしゃるんですか？はい、ですね、新しくメニューがたくさん増えましたね。あ、そうですか。はい、どういったものになりますか？例えばカードを使ってその人の悩みを解決したりするメニューがあったりとか、ほう、あとオリジナルのブレスレットをパワーストーンを使って作ったりとか、はい、そういう、メニューが増えましたね。はあ、そうするとこれは何か占いか何かってことなんですか？ですね、占いとよく勘違いされるんですけど、はい、占いとはまた違って、はい、その人の分かってるようなこと、悩みを解決に導くための方法といいますか、はい、そういうことをやってます。ほう、解決、はい、解決っていうか、はい、一歩背中を押してあげるようなアドバイスになりますかね。一歩背中を押して崖から突き落とすわけではなくてですね、うん、じゃないですね、はい、そういうわけではない、ね、むしろ大空に飛び立つような感じになると思いますね、はい、そうなんですね、はい、なかなかですね、その一歩っていうのをですね、なかなか難しいんですけども、はい、ちょっとですね、一歩というより出しゃばりすぎの男が若干1名隣にはいるんですけど、はい、まあ、後ほどですね、この男が、はい、まあ、無視してでもしゃしゃり出てくると思いますが、はい、まあ、そのですね、まあ、そうなると、いわゆる今ちょっとお聞きした中でよく言われているスピリチュアルというものになるんですか？あ、そうですね、スピリチュアルという、なります。あ、そうなんですか。いや、はい、実はまあ、私たちもですね、まあ、はい、まあ、それなりの年齢でして、まあ、はい、あちらこちらとですね、痛いかゆいというのはあるんですけども、はいはい、実は今隣の隣にいるものがですね、最近ですね、はい、もう足が痛い、腰が痛いとか、はい、もう本当に痛いトークばっかりやっているものがいますので、そのままに変わります。わ、はい、かりました。はい、痛いかゆいをいろいろ言っている、はい、みそにこみすきです。よろしくお願いいたします。お願いします。で、やっぱりちょっと私ぐらい、はい、まあ、50代なんですけれども、年齢になるとやっぱりいろいろね、はい、今までは大丈夫だったところがですね、やっぱり痛んだりとか、はい、結構そういう悩みがいろいろ出てくるんですよね。で、はい、まあ、膝が先日、まあ、痛くて手術したんですけれども、はい、まあ、それ以外にですね、やっぱりまた違う部分が痛んだりとかするっていうことがあって、はい、ちょっと、はい、やっぱりそういったお客様ってやっぱり来られたりするんでしょうか？やっぱり多いですね。あ、そうですね、はい、で、やっぱりケアを怠ってる方が多いんですよ、ものすごく。ケアですか？はい、はい、例えば、はい、痛みが出てから治療するっていう人だと、やっぱり、うん、どん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 体の中に溜まってるものが出てきちゃうので、はい、うん、そうなるとやっぱり痛みがどんどん出てくるんですよね。あ、その溜まってやっと痛みとして出てくるっていうところなんでしょうかね。はい、そうですね、爆発しちゃうんですよね。あ、から車のケアとかもしますじゃないですか。メンテナンスというか。ああ、なるほどなるほど。しないとやっぱりこう、うん、高速走れなかったりとか、ね、故障しちゃうじゃないですか。はい。で、それと人間が同じで、やっぱりこう、うん、メンテナンスに行かないとですね、やっぱ体になんか、うん、溜まってるものが爆発して痛みとして出ちゃうんですよね。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。はい、じゃあもう私はいろいろ今ねこう出てきてるというかね、車でいうところのちょっと故障 してる状態みたいな感じになってるってことですね。もうちょっと故障というかオンボロ状態になってますよ、ね、そういうことなんですね。そうなんですよ。なるほど。で、やっぱりそこから新鮮に持っていこうと思うと、はい、うん、ものすごく時間とお金もかかってしまうんですね。で、
一箇所治ったからと思ったらまた違うところが出てきちゃうのはやっぱもう、メンテナンス。本当にまさにその感じです。なんか一箇所痛い部分が治ったと思ったらまた今度違う部分が痛くなったりとかしますね。はい、そうなんですよ。やっぱり年齢重ねてるとその分の人生経験してるので、体にとってやっぱり癒しがすごい必要だと思います。なるほど、そうなんですね。なんかメニューが以前よりだいぶ増えている感じなんですけれども、はい、ちょっとやっぱり女性としてはアロマの方がちょっと気になったりするんですけれども、はい、そちらの方もちょっと紹介していただけますでしょうか。はい、はい、アロマリンパというのはオイルを使って全身の、はい、リンパを優しく流していくっていう手技になります。なるほど。はい、で、はい、よく、オイルリンパって揉みほぐしって、揉みほぐしになるんですかっていう方いらっしゃるんですけど。そうですね。そういうイメージがありますね。ありますよね。はい。リンパって強くやればやるほど流れにくくなってしまうんですよ。うん、そうなんですか。そうなんですよ。だから、お風呂の中でよく問題とかする方いらっしゃるんですけど。はい、まさにそれやってました、私。やっぱりやってしまうと血流がの流れが悪くなってしまうんですよ。かえってじゃあ逆効果だったんですね。はい、そうです、そうです。なので、やるんだったらお風呂の後。ああ、そうなんですね。私はお風呂の中でやっていましたよ。知らなかったです。それはもう、赤信号突っ込んでるようなもんなので。そうですか。はい、即やめていただきたいですね。わかりました。はい、お風呂の後なんですね。そうですね、温まってる時にやるとやっぱりいいですよね。ああ、なるほど。はい、なるほど。ちょっと勉強になりますね。はい、はい、でまた、はい、オイルリンパの方はですね、はい、それこそ優しくやりますので、最初流れてないな、痛いなと思ってても気がついたら寝てるっていうことがよくあるんですね。はあ、思わずちょっと気持ちよくなってしまうような。あ、そうです、そうです。で、終わった後はもうこう、うん、デトックスとしてトイレ行ったりとか、なんか寝れなかったことがすごい寝れるようになりましたとか。そうなんですね。はい、むくみが取れたっていう方もいらっしゃいますね。あ、なるほど。はい、こちらの方もなんかいろいろコースがあるんですかね。はい、お時間が違うのかな。時間は30分と60分があります。はい、あ、なるほど。具体的にお値段っていくらぐらいなんでしょうか。はい、お値段はですね、30分が3580円、はい、で60分で5880円になります。はい、へえ、なるほど。はい、ただ今だけですね。多分そのうち値段上がると思うんですけど。今だけなんですね。ちょっと気になりますね。今だけです。そうですか。そしてですね、横にですね、はい、とってもね、気になるというか喋りたそうにしている人がいるので変わりますね。はい、あ、お願いします。はい、先生いつもお世話になっております。はい、お世話になってます。はい、ね、先生今のお話でね、リンパマッサージですね。はい、これはですね、もしかしたら素っ裸でやる施術でございますか。いや、素っ裸だとちょっとさすがにお店的に NG なので、うん、簡易パンツとかを用意させてもらってそれに着替えてもらうって感じですね。おだまり。ということは一応上半身はあれ、はい、女性でもこうもう肌をこうツルツルやるっていう感じで何も身につけていらっしゃらないっていうことなんですかね。あ、女性の場合ですと髪ブラがあるんですよね。ほう。で、それに着替えてもらって施術をさせていただきます。もうその髪ブラの上からこうあれってことですか。はい、あ、そうです、そうです。あ、そうなんです。そしたらもうあれですね。はい、安心でございますね。そうなんです。だから汚れないし、うん、恥ずかしくないですね。あ、そうです、そうです、恥ずかしくないんですよ。うん、ただ恥ずかしいのはなんかお肉がついてるからとか、うん、ちょっとむくみが気になるからとか言って脱がない方もいらっしゃいますね。トークが恥ずかしいっていうのもあるんですかね。トークよりもなんか足が大根になってるから恥ずかしいっていう人が多いですね。だからね、やっぱそういう時にはですね、はい、先生にね、私を呼んでいただいて助手としてですね、うん、はい、横についていたらもっといいかもしれないですね。おだまり、おだまり。のぞきをするんですか。
え、そんなん、覗きたんて、そんなん、人聞き悪いでございます。おだまり、それは。おだまり。女子としてですからね。女子として。うん、で、あとはですね、はい、解雇式。はい。うん。それについて、ちょっとね、王子、そこがちょっとわからなかったもんですから、ちょっと先生に教えていただきたいなと思いまして。はい。解雇式というのはですね、よく解の方でやった施術なんですかっていう方多いんですけど、タイの方にですね、日本の施術師が指圧で広げて、そこにタイのヨガが入ったことで太鼓式と言われています。あ、じゃあもともとこの日本さんって言い方変ですけども、こう日本の技術も入ってるところなんですかね。はい、あ、そうですそうです。あ、でそれプラスのヨガも入ってってことですね。そうですそうです。なので、僕がやる太鼓式っていうのは骨盤矯正をしたりとか、うん、あと肩が上がらない人が上がるようになったりとか、はいはい、あとスポーツやってる人だと可動域が狭くなっていっちゃうんですよね、うんうんうん、どうしてもそういう可動域を広げたりとか、うん、っていう施術をしてます。あ、そうするとですね、四十肩、はい、五十肩の方いらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、そういう方もいいってことですよね。はい、そうですね、最初痛いと思うんですよ、ものすごく、はいはい、痛いんですけど、その痛いのも1分ちょっと我慢していただければ可動域がどんどん変わってくるようになるので、うん、王子にぴったりじゃないですか。え、それはおじい方って言うんですか。あれ昔なんか手が上がらないって言ってなかった。そうそう、手が上がらなかったんだけどすぐ治りましたんで、そうすると別にその四十肩五十肩ではないって言われましたけども、でも完全に、はい、その痛さのような気がしたもんですから、全然ね手が上がらなかったから、うん、はい、急に来ますね、それも。私、車の運転中に、うん、突然来ましたから、はい、うんうんうん、とってもびっくりしましたけども、本当に2日ぐらいで、ちゃんと手、動くようになったんですよ。はい、だからちょっとそれはもしかしたら、その四十肩、五十肩と言われてるものじゃないのかなっていう感じはするんですけども、もっと長引くとかっていう。うん、ですね。ああ、そうですか、だからもっとね、長引くのかなっていうのがありましたので。はいええ、はい、それがこんなに、ね、早く治るとは思ってませんでしたので、ちょっと違うのかなという気はしましたけども、なかなかね、もう王子も体がいろんなところにダメージを受けてますので、もうぎっくり腰は、はい、もう何年かに1回必ず来ますので、はい、うん、もうその前兆っていうのは分かりますね。その、あ、なんかこの気色悪い、なんか痛みがあるなみたいなところで、ぎっくり腰になるのかなっていうのが分かりますけども、実はですね、ぎっくり腰になる前の前兆っていうのがあるんですよ。はい、で、そのぎっくり腰になる前の前兆っていうのは、どこかしらが痛くなる。例えばお尻が痛くなったりとか、はい、背中が痛くなるのも前兆ですよね。はいはいはい。はい。で、それを通り越しちゃうと、ぎっくり腰とか、座骨神経痛になっちゃうんですね。はい、うん、それは気をつけないといけないですね、本当に。そうですそうです。先生、まあ、はい、もうすぐですね、もうお時間となりますので、はい、はい、お電話番号をね、ちょっとご紹介していただきたいなと思いますので、はい、お願いいたします。はい、はい、090-6336-4349 です。はい、もう一度お願いいたします。はい、090-6336-4349です。はい、ありがとうございます。皆さんね、はい、名古屋のお越しの際はですね、このリラクゼーションなこみさんですね、ちょっとね、はい、寄っていただいて、こうリフレッシュしていただきたいなと思います。うん、はい、お願いします。はい、本日はどうもありがとうございました。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 はい、ありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。メールご紹介します。いや、ちょっとその前にですね、はい、いや、ちょっと今ね、
小池先生の話を聞いてて、うん、はい、私は本当に逆効果なことばっかりしてたなと思って、うんうん、あでもなかなかね、そういうこと分かってないと、ね、できないですね。なんでしょう、よく伝統的なものとか、うん、よく人がやってたからっていうので、うん、やっちゃうというのが、うん、良くないのかなと。よく今YouTube なんかでいろいろマッサージとかストレッチとか出てきますけども、うん、あれも合う人合わない人とかね、いい悪いっていうのがあるみたいなもんですから、うん、どれで、こうやっぱりその一人一人にね合わせたっていうところではね、なかなかやっぱりその YouTube 見てこれがいいって言ってね、うん、飛び散ってやったりとかしてもねダメってことですよね。やっぱりそうやって専門の先生に見ていただくのってすごい大事だなっていうのは思いましたね。全てが全てがいいとは限らない。そうですね、やっぱり一人一人によってね、やっぱり施術方法も違ってきますしね、うんうん、ああなんかちょっとためになりましたね、うん、まあ、合う合わないというのがありますので、うん、そうですね。はい、すいません、メールお願いします。はい、はいはい、メールご紹介します。はい、ダンサーさん、ミソニクミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。今の職場はちょっとした発熱などでも休まなければいけない規定があるので体調には気を使います。特にコロナ禍になってからは一層敏感になっていますね。花粉症でも喉の痛みや咳が出たりするものでドキッとすることもありますね。皆様体調管理で気をつけていることはありますか、ということでございます。体調管理ねやってるつもりですけど、うん、なかなかねきちっとしたことは多分やってないんでしょうね。うん、なんだろうね、まあね、よく食べてよく寝るとかってよくありますけども、ちょっとねもう王子なんかだと、喉の痛みがあるとすごい長引くんですよね。うん、本当1ヶ月ぐらいかかるんですよ、治るのに。そうですね、なんかこの前もね、うん、ずっとそれイガイガしてましたもんね。そうでしょ、だから最近ようやく良くなってきた感じ。そうな、うん、もう最近はいいんですけど、うん、1回なると長いんですよ。で今度ねそう思ってたらね、そうなんですよ、腸の調子がね、腸がおかしくてですね、うんうん、まあ、トークも不調ですよね。トークはいつも好調の方だと思いますよ。いやいつも不調だなと思って、うん、そうなの、もしかしたら今その大腸より不調かもしれないよ。いい時がないって。365日、大腸の方が不調かもしれないよ。お前調子よろしくない。あ、そうなんですか。大腸の方がじゃない、大腸よりも。そうなんですか、うん、はい、続いてですね、王子みそさん、ダンサーさん、こんばんは。アンツバです。ありがとうございます。ありがとうございます。まさに今の自分に合ったテーマですね。あら、先週木曜日にベンビーさんのリアルベンビーズキッチンに行ったんですが、うん、土曜日に地元に帰郷したら日曜日の夜に体調が悪くなってきたんです。ああ、大丈夫ですか。昨日は市販の薬を飲んで過ごすも、今朝になると喉も痛く診療所に行ったらとりあえずインフルエンザではありませんでした。ああ、よかった。 ただ明日内地から20年以上ぶりに同級生が帰ってくるので、あさって同窓会の予定があるので王子風邪もらってくれませんかって。あ、まあ、大変ですね、まあまあ、それまで治るといいですけどね、引き取って、じゃあ私がね、アツバさんね、私が引き取ったら私の腸のちょっと不快感を差し上げますので、王子の代わりに大腸カメラやって。地獄を見るわよ。どっちだなそれ。いや本当に、ね、そんな感じでございますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかツイキャスでペーターさんが、うん、おじい方ガクガクって。本当にそうだよ。あ、そうか、沖縄大好きさんがその前に王子だけにおじい方って。あーそう、いやこれでも本物のおじい方、ね、ですからね、うん、しかも、うん、ヒカルさんが、はい、先生、王子は覗きではなく堂々と見たいから女子希望なんです、気をつけてくださいって。さっきのあれですね、小池先生の。あ、でもそれは本当にあれですよ、この覗きではございませんから。ちゃんと横にいて、うん、ね、王子こうちょっとふくらはぎ、ね、リンパマッサージお手伝いしてって言ったら、うん、じゃあ私ちゃんとしますので。でもちゃんと堂々と見たいから女子希望っていうのはちゃんと光さん分かってらっしゃいますよね。堂々と見たい、まあ堂々と見たい、触りたいございますね。お黙り。いや、触っちゃダメでしょ、触っちゃう。だからそこから今言ったじゃないですか。女子としてちょっとね、
うん、ふくらはぎぐらいとかさ、そういうところはね、ちょっとやらせていただきたいなっていう。おだまり。勉強のために。おだまり。ギネスさんがツイキャスで、体調、医者に死にたくなければなるべく飲むなと言われているので少しずつ減らしている途中ですっていう。で、今のところ人に言ってない病気が3つあるのは内緒って言いながらツイキャスで言ってるっていうでも3つあるんだよね、うん。そしてですね、山中税理士さんから、はい、あ、スベリ先生こんばんは、名古屋。名古屋隊長、大腸、スベリコフ隊長突撃します。どこへちょっとダンサーズバシバシ殴ってますけど、どこへ突撃したいんだろう。すみません、はい、山中さんはスポンサーさんでもございますから、まあまあですね、まあね、スベリ先生と突撃したいところがいっぱいございますよ、うん、本当に王子も。あれ、何も言わない、何も言わないね。どうしようかなと思って、これ以上コメントしてよかった？いや、全然ね、うん、いいと思いますよ。はい、次でですね、はい、メールご紹介します、はいはい、お願いします。お願いします、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ゾフィー隊長、名古屋市に巨大な怪獣が出現しました。ウルタ兄弟出勤だ。おお、大変です。ゾフィー兄さんどうした？メビウス、セブン兄さんが体調不良で今日は早退しました。そんなバカなっていう、ウルトラマンにそんな展開ないなというツッコミどころ多いわ、ということで、隊長ではなく、これあれだよね、ウルトラ警備隊の話だよねあ、隊長ってその隊長ね、うんうんうん、びっくりした。なんでウルトラマンかなと思ったけど、何かなと思ってすごい、うん、いやすごい聞いちゃったんだけど、だからね、沖縄大好きさんね、隊長ね、うん、あっちのウルトラ警備隊の隊長と思ったんだろうね。あ、うん、そうか。でもさ、うん、ラジオでっていうか番組でこうテーマ紹介するじゃないですか、うん、隊長って、はい、いや難しいですよね、まあ、漢字の変換が、まあ、そうですね、うんうん、でもね、でも別にいいんですよ。あ、でもね、分かってらっしゃいますんで、うん、はい、大丈夫、よかった、うん、本当のテーマ体調、体の方ですよねって、はい、そうですよかった、うん、でも別に、でもこれ自由ですよね。全然いいよ。だってあのね、体調って聞いて、うん、いろ想像するのはね、やっぱり人それぞれですから、うん、いいですよね。そうですよ、ラジオは想像です、うん、そうだね、あ、だ、どっか行ってましたね、うん、あの公安の方でね、うん、あ、白眼鏡がいて呼び捨て、うん、はい、後半ですね、前半からボケをかまして元気に見える僕ですが、実はこの間から咳が止まらず喉の調子が悪く、現在も咳が出まくりです。あら、熱がないのは幸いですが、体調崩すと必ず喉をやられるので大変ですということでございます。もうあの王子も本当にね、喉をやられちゃうね、ちょっと風邪気味になるとね、それがなかなかね治らなくて、ね、1ヶ月ぐらい治りませんので、うん、まあ、これもまあね、まあ、ここで言っちゃいますけど老化現象なのかなと思いますけどね。あ、そうですね、若い時は早く治りましたもん、うん、でもそうですね、本当にね、若い時はすぐ治ったのに、もう治らないし、しかも本当にあちこち痛くなってくるし、ね、おっさんですからね、うん、まあそうだね、まあ、おっさんとおばさんがお届けしております。まあ、ね、またこのね、沖田大輔さんのね、このね、メールの中でね、はい、うん、歌兄弟とあってゾフィー兄さんだけでしたんで、あとね、メビウス、うん、あのエースとかさ、うん、ね、もうちょっといろんなお兄さんいらっしゃったと思いますんで、はい、たくさん名前が出た方がね、王子ね、嬉しくなっちゃったもん。あの、ご存知、あのウルトラマンの兄弟いっぱいいらっしゃいますよね。宮大輔さんがとりあえずエッチな王子にエメリウム光線って、はい、あれ、エメリウム光線って誰がやるんだっけ、ちょっとわからない。エメリウム光線って、ウルトラマンのね、どなたかなんですよどなたかが、うん、発射する、あのね、あ、でもね、宮崎さん、その前にね、王子にスペシウム光線もやってますから、ね、スペシウム光線、あのアイスラッガーやってくださいわかりますかアイスラッガーやってください。いや、わかんない。あ、ちゃんとちゃんとほら説明、みんなすごい、みんな優しいよ。沖縄大使さんがエメリウム光線はセブン兄さんって、ギネスさんもちゃんとセブンだよって。あ、セブンなんだ、すごい。あ、じゃあ、額にこのピースやりながら出すやつだね。スペシウム光線は太郎さんなのかな、うん、で、十字にやるやつ、うん、うん、多分ですね。あ、アイスラッガー王子切られちゃうってそうなんだよね、あれね、本当にね、ビュンビュン来ちゃうからね。てか、みんな詳しいね、結構そうなんですよ、すごいな、なんかいろいろあるんですよね。ね、
はい、続いてですね、はい、お願いします。ジョージさんからです。はい、ありがとうございます。王子ダンサーさん、みそさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。3月は花粉のせいか、毎年体がだるいんです。今年は咳もよく出てこたえますね。沖縄は花粉症がないと言いますが本当でしょうか。早く特効薬出てきてくれませんかね、ということでございます。でもなんかあるんだよね。あの杉花粉は飛んでないっていう。はいはい。沖縄ね、うんうん、北海道もね、はいはい、飛んでないっていう。でも違うね、はい、まあそうだね、違う花粉があるって、うんうん、違う花粉の花粉症の人がいるっていうね、うん、そうですね、なんかあるんだろうね、うんうん、ということでですね、はい、ということで、はい、名古屋は栄養コーナーできますかね、うん、はい、うん、はい、行きます。はい、名古屋は栄養コーナー。はい、はい、あの、うん、まあ名古屋というより旧名古屋のことです、はい、あ、旧名古屋のことなのね、うん、はい、はい、ですね、本日より、はい、新たにスポンサーさんに加わっていただきました、はい、はい、D グラッドさん、はい、そして、はい、なごみさん、はい、リラクゼーションサロンなごみさん、はい、先ほどですね、あ、先ほどね、うん、あの、はい、出演していただきまして、うん、小池先生の、はい、はい、はい、二社が加入していただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 。でですね、あの、なごみさんはもう先ほどですね、はい、あの小池先生が、あのご出演いただいたように、はい、あのリンパマッサージとか、うん、はい、あとですね、スピリチュアル、はい、なカウンセリングですか、はい、などをされる。そうですね。あのカードでね、こう。なんていうんですか、背中を押してくれるような ね、はい、いろいろね、あれでなんでしょうね、うんうん、あの心のケアをしていただける、うん、いいですね、もう体のケアも心のケアも、そ う、 そ、 うそうです ね、 の方ね、うん、あの本当ですね、この滑りトークをケアしていただきたいんですけどいや先生で対応できるかな、うん、これこれなんとかしてほしいな。いや多分ね、あの、うん、まあもともとね、あのこれはきちっとした形でお話をさせてもらってますんで、はい、うん、まあ、こう滑りトークにあまりこう、まあ、あまり関係ないのかもしれないですね。お、うん、あの あまりこうね、あのやったところで、うん、まあ、王子正常だよっていうふうでね、うん、言われてね、王子、うん、滑ってます、うん、直すところはございませんっていう、王子滑ってます。多分先生はやっぱりね、あのこういろんな方を見ていらっしゃって、うん、あのやっぱり心が広いですからね、はい、まあ、王子を受け止める力も、ね、力というか心ですね。いや、それはもう本音でいただけると思いますよ。はい、そしてですね、うん、はい、新たに D グラッドさん、はい、はい、D グラッドさん、はい、D グラッドさんは、はい、今一番メインでされていらっしゃるのがネットワークカメラですね、うん、いわゆる防犯カメラとか監視カメラとか、はい、こういったカメラのですね、システム設計をされてて、うん、なおかつその、うん、最適なご提案をされていらっしゃる会社さんなんですね。うん、どうしたんですか、みたいな。なるほど。いや今ちょっと、うん、やっぱりね、うん、今はやっぱりね、うん、必要というかね、うん、本当に重要ですからね。うん、そうそう、うん。まあ例えばですね、この隣にいる男をですね、常時カメラで監視したらどうなるのかなと。それはですね、はい、とってもあれですね、まあ、お家に帰りたくなっちゃうよって。そういう場面がいっぱい映ってるかもしれないですね。あ、こういうのも面白いかもしれないですね。あの滑り王子の生態観察っていうのもいいかもしれないです。生態観察、まあ、宮殿の中に入れていただけないっていうね、そういうパターンがね、起こりうる可能性がありますので、日常を捉えたら面白いかもしれないですよね。まあ、高坊さんが、まあね、高坊さんが新スポンサーさんに卑猥な質問をされたんですね。王子はまさに怖いもの知らずですね。卑猥？卑猥って書いてあるよ。卑猥？いやいや、だからこれ、だから普通よくさ、テレビなんかでもやってるじゃないですか。ね、でも上半身とかね、ここ裸になられた女性の方をね、うん、まあ、オイルマッサージやっていらっしゃいますので、うん、それをちょっと尋ねただけですよ。それは卑猥だなんて。うん、もう、まあ、もうすでに高坊さんからイエローカード2枚もらってますからね。うん、本当は退場ですよ。まあそういう、それならまたちょっと違うそういうところがあるじゃないですか。特にね、あら、
これはまた後でちょっとメールをご紹介しますので。あ、なんかメールがあるんですか、うん、メールをご紹介しますので。あ、そうですか。はい、まあ、この今ご紹介させていただきました2社さんがですね、はい、新たに、スポンサーさんとなっていただきました、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にはですね、キウ名古屋本当に運営に助かっております。助かっております、うん、ね、しかも、はい、ツイキャスでですもんね、いつもね、スポンサーさん、まね、出ていただいている FMJG 新一さんもそうですしね、うん、はい、本当にね、先ほどもね、山中弁護士も出ていただきましたけれども、ね、山中税理士さんでも、はい、出ていただき、スベリ先生弁護士さんってちょっとなんですけど、うん、僕らもスベリ税理士になってますけどね、うんうん、そう、山中税理士さんにも出ていただいておりますしね、はい、税理士法人ベスタックスさんにも支援いただいております。はい、安さんのリテールクリエイト、うん、はい、リテールクリエイト社会保険労務士法人さん、うん、はい、そして東海共和さん、はい、はい、トリプルエイトトッペロンさん、はい、で夢屋さん、はい、で グランレイナさん、はい、真っ赤なメルセデスさんね、もうそう個人の方もですよ ね、うん、ね、はい、本当にありがとうございます。またね、今後ともよろしくお願いしますということで、名古屋は栄養コーナーでした。はい、はい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。また素晴らしいメールが来ていますね、はい、ラジオネーム、タカボさんからです。はい、ありがとうございます。王子ダンサーさん、みそにこみすきさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。体調は、いい時と悪い時の2種類しかないです。体調を崩すと、遡ってあの日のあの行動がと思い当たるのですが、そのあの日はまだ体調が良いので気づけないものですね。あ、そうですよね、うん、今日の泡の立ち具合良くない、いや体調が良くないのですねやっぱり泡風呂検査に行くのがいいでしょうかね。そりゃそうですよ。これはですね、やっぱり体調によってですね、これどこまで言っていいのかわからないですけども、はい、やっぱり元気になるならないということがございますので、体調のいい時はですね、うんうん、やっぱり元気だなっていうふうに自分自身も感じると思いますけども、体調悪い時はね、うん、やっぱり、うん、泡があっても元気じゃないなっていうことでございます。何泡って、いや、だからこのね、うん、泡の立ち具合が良くないかなというとかね、こう泡というのはやっぱりこの、うん、石鹸でとかそういうののこう泡立ちということでしょうね、うん、うん、そういうことだと思いますよ。今日の泡の立ち具合ってことですんで、うん、どれだけこのね、この滑らかに、うん、この泡がね、ぷくぷくなるっていう、そういうことをおっしゃってると思いますので、うんうん、でまたですね、これね、やはりね、やはり、泡風呂検査に行くのでしょうかねとね、うん、泡風呂検査、これ泡風呂って書いてありますよ。ということはですね、うん、まあ、自分でいろんなところ、お風呂の中にね、うん、今いろんな、なんていうのかな、固形石鹸ではなくてその、はい、液体石鹸、うん、ありますよね、はい、だから、ね、お肌スベスベになるとかね、コラーゲン入ってるとかいろいろありますので、はい、それをご自分でこう入れて泡立ちをね、よくして入ってくださいということなんでしょうね。ただそれをね、私王子が宮殿でやったらね、ある方ある方に高尾さんから、はいはい、深く掘らなくていいですよってそれを見えにしてきたのは高坊さんですからね。いや、あなたなんかそこを偉くさ、そこを偉く広げようとして、いつ止めようかと思ってさ、うん、だからこれは、ね、もうごめん、メール言っていいかな、泡しか言ってない。だから泡のメールでございました。泡しすぎですよ。はい、ということで進撃のめいちゃんさんからです、はい、ありがとうございます。お腹が痛かった時や熱がある時、無理してしお仕事に行くと逆に迷惑をかけてしまう。体調が悪い時は無理せず休む、これが一番で、両親の2人の体調も見ながら自分の体調も万全にしてます。昨日も急遽お父さんの
持病が発生してしまって朝の5時にで、いつ倒れるかわからない、薬を無理に飲ませるのも良くないので昨日はお父さんに付き合ってお休みをいただきました。追伸、マスクマンの滑りナイトは4月からも改変期で乗り越えられましたか？乗り越えられなかった？いや、もう完全にこれ乗り越えてますよね。いや、また乗り越えてるというか、半年に1回仕方なくやってるんですよ、ね、仕方なく言いましたね。まあまあ、いやもうだって体に悪いですもん。体に悪い。もう悪いというか、翌日ね、仕事に支障が出るぐらい。なんかね、あ、そうなの？なんかすごい疲労感なんですよね。続いてメール行ってください。はい、メール行きます。みなこさんからです。ありがとうございます。体調ですが、難病持ちの私は1日に飲む薬が10種類はあるかな。最初の3年前に病気が分かった時は薬の副作用で眠気と体のだるさが続き、昨年の秋に薬を変えたら声が出にくくなり、一旦はラジオから離れて、訪問介護と訪問リハビリが看護と訪問リハビリが自宅に来て、リハビリでは声を出す訓練と今は早口言葉の練習をして声はなんとか出るようになりました。私の場合は年齢的な病気なので防ぎようがない病気で仕方がないと思いますが、病気になってから健康な人がバリバリ働いているから飲食物や家電、移動のバス、タクシーも乗れるんだなと感じました。いやこれ共感できるところいっぱいあります、本当に。そうなんですよ。そう、薬もですね、やっぱりその相性によってね、本当に、ね、人によってやっぱり副作用が強く出るのもあって、やっぱり薬が変えて急に体調が良くなるってこともありますし、そうだよね。だからよく合わなければ薬変えるってことありますもんね。あとね、宮子さんが言ってた年齢的な病気っていうのも本当にまさにね、今自分もそれなんですよね。それありますね。ね、でもこの時にね、多分またちょっと少しでも良くなるように、なごみさんのようなそういうね、そうですね、もあるんだなっていうのを感じます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだメールございます？もうあれですか？いつありますね。ちょっと銭形警部さんからです。体調といえば最近は生活リズムが大幅に狂い、体調もちょっとおかしくなってますということで、そうですね、お仕事やりすぎ、お仕事がね、多忙すぎることも加え、睡眠時間が少なくストレスが強くなってて体調がおかしくなってます。我ながらもう大丈夫かなって思うぐらいですっていうことです。ちょっとね、お大事にしていただきたいと思いますし、やっぱりね、健康じゃないと仕事がね、やっぱりね、大変ですのでね。なんか今、ちょっと子宮でメールがっていうのが来てます。子宮でメール、はい、王子の脳内ですって書いてある。なんかメールが来てますね。はい、大丈夫ですか？はい、はい、これはですね、なんか一時流行った脳内の、電話で王子と喋りたいな。いや、いつでもおしゃべりしますよ。これは何、どなたから来ましたかね。どなたなんですかね。ちょっとわからないんですけどこれ、休み、お金、これ嘘ということはですね、はい、このちょっとね、ピンクのとこありますよね、休みの左側。これがちょっとこう、脳内メーカーってギリさん来てる、そんな感じですね。そうちょっとね、いろんなところが、あ、エッチかこれ。外側が嘘、ね、休み。で誰から来てるんですか、そのお金。この脳内診断メーカーみたいなあれですよね。わかりました。もう、エンディングいきます。はい、はい、エンディングでいいんですか。エンディングでいいんですか。はい、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 来週のテーマはピンチ。来週のテーマはピンチです。給料日前はいつもお金がなくってピンチ、寝坊で会社の到着時間が遅れそうでピンチ、などなどピンチエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田 AAA と
入居者募集中、名古屋、熱田、トッペロン。経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人。名誉総裁賞受賞の首里饅頭、中首里、中村製菓。アートワークウェブサイト FMJG。 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋。相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス。太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ。ネットワークカメラ画像システムのことなら D グラッド個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーダさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましたありがとうございました。沖縄大好きさんが太郎はストリーム光線ということで、ちょっと私が違うことを言ったのでいろいろご指摘いただきました、ありがとうございます。太郎いいよね。あのね、沖縄大好きさん、しかもね、ウルトラ兄弟全部書いてくださってるんですけどね、うん、レオは、ね、あのレオはいとこだっけ。うん、レオとかアストラって言いましたよね。すごい、ね、本当に詳しいな、みんな詳しいですね。、はい、ありがとうございます。高本さんが、生活リズムが崩れた方、朝日を浴びて体内時計を正常に戻しましょうということで、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。閉店、ガラガラ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。最近ね、ガラガラ取られちゃってんだよね、みそちゃんにね、うんうん、あのそれが最近ずっとあれだよね、恒例となってますよね、ガラガラが取られちゃってるのが。うん、あ、そっか、王子が言いたかったんだっけ、ガラガラ。そう、いい声で言おうと思ったんだけどね、全部取られちゃってるからね。いや、今日はちょっと、うん、私の方が声が伸びるかなと思って。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。来週も聞いてね。来週はピンチです。